ハリー・バージェスはアメリカ合衆国の軍人、技術者である。最終階級は陸軍事務所。ミシシッピー州スタークビルの出身で地元の農業機械学校で学んだ。1895年にウェストポイントにある陸軍士官学校を卒業し、陸軍工兵隊に配属された。1898年から1900年まで、 陸軍士官学校のインストラクターを務め、アラバマッシュマッスル、ショールズの電源開発に携わるなど陸軍、公兵隊で活躍し、1920年には大佐に昇格した。1924年からパナマ運河の保守管理責任者となり、1928年10月から1932年までパナマ運河地帯の総督であった。 前任者のメリィウェザー・アルイス・ウォーカー淳章に続き、将来の運河の交通量増加に対応するため、新たな貯水ダムの建設とガトゥンコの最適な水量維持に努めた。バージェスは後人物で、運河の労働者たちの生活に気を配り、退職者法を制定し、学校や公共の図書館を建設するなど、精力的に働いた。任期が終了した。 翌年の1933年3月18日にアーカンソー州ホットスプリングスで死去。アーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。